おはよう。ってみんな、そんな集まって何してるの？キャー！あれは一体どういうことだぜ？え？あれ？なになに？ちょっとみんな、ごめんごめん。あ、ケイちゃん。これは。さく、実は私彼氏いるよ。バイケリー。え、幽霊好きとか気味悪い。バイケリーエマへ。勉強しか取り柄がないね。バイケリー。なにこれ。おいケイ、俺はただのナルシスト野郎ってどういうことだ。私、見た目は可愛いけど全然面白くないかな。ちょっと待ってよ。確かにどれもバイケリーって書いてあるけど、私が書いたんじゃない。でもケイちゃん、昨日確か放課後に戻ってきたわよね。はい。でもそれは、ああ宿題机に入れっぱなしだった。トイレ帰らなくちゃ。先生、ちょっと待って。私忘れ物したから中入ります。よかったわ。私が最後だから、もう少し遅かったらもう入れなかったところよ。ふう、助かった。昨日学校の中に最後に入ったのはケイちゃんだから、こんなことできるのもケイちゃんぐらいと思ったんだけど。するわけないじゃん。私こんなこと思ってないし、もし思ってたとしてもみんなに見られるようなことなんてしないよ。みんな本当だから信じて。でも確かによく見るとこれはケイちゃんの字じゃないわ。さすがエミリー先生、よく気づいてくれた。そういえばそうね。それにケイならこんなことしなくても直接言ってきそうなものよね。そうだよ。それにしても誰だよ。私を悪者にしようとしたやつは。待てよケイ、お前この間届いた手紙まだ持ってるか？持ってるよ。これでしょ？これは昔お前が意地悪してた時に関わってた子で間違いないんだよな。つまりこれを書いた子はKに恨みを持ってるってことだよな。誰だかはわかんないけど、私に恨みがあるのは確実だと思う。じゃあもしかしたらこれもそいつの仕業かもしれないな。一体誰なんだろう。わざわざ学校に入ってあんなことするって、よっぽど私に恨みがあるってことだよね。これだけで終わるといいけど。ただいま。ケイ、おかえり。お姉ちゃん、大変なことになってます。え、なに？これよ、これ。今朝うちんちのポストにこれが入ってたの。また紙？ケリー・ロバーツは今でもおねしょをしてるらしい。なにこれ、全くのデタラメじゃん。どうやらうちの近所のポストには全部入れられてたみたいなの。近くに住んでる方が教えてくれたり、リンダにも確認してもらったり。こんなのが入ってるなんてびっくりよ。まさかおねしょだなんて、そんな暴露話が書いてあるなんて。これ嘘だからね。私もおねしょなんてしてないよ。確かに私一緒に寝てるけど、お姉ちゃんおねしょなんてしてないです。ほら、サリーが証人だよ。わかってるわよ。私だってこれを信じてるわけじゃないわ。ただのいたずらっていうのはわかってるけど、信じちゃう人もいるだろうから、ケイがかわいそうだわ。ほんとね、ご近所さんにそう思われるっていうのがね。もしかしてこれを見た近所の人かな。それならママが訂正してくるわ。はい。あら、誰もいないわ。本当？もしかしてこれってピンポンダッシュってやつ？これも私への嫌がらせって感じで、もう最悪だよ。近所の人とすれ違ったんだけど、なんか変な目で見られてる気がするし、家の周りでも嫌がらせをするって、それほどケイに恨みがあるのかしら。でも私がもしいじめられた立場だったら同じことをやり返したくなるわ。同じこと？ダメだよ。やり返したら犯人と一緒ぐらい最低になっちゃう。言葉で思い出したんだけど、私おねしょでからかってたりしてたかも。はいはい、皆さん、お昼寝の時間は終わりですよ。まだ眠たいんですけど。なんか布団が冷たい。
ねえねえ、みんなちょっとごめんね。私のキティちゃんの筆箱がなくなって、教室中探してもなくって、もしかしてこっちの教室に紛れちゃったりしてないかなと思ってきたんだけど。筆箱がなくなるなんてある？国語の授業で使って、さっき体育の授業で教室を開けて、今から算数の授業だからまた使おうと思ったら、どこにも見当たらなくて。これは事件か？体育の授業の間になくなったってことが可能性高いな。わかった、俺たちも探すの手伝うよ。ありがとう。何かと一緒にゴミ箱に捨てちゃったりはさすがにないよね。花壇なんかにもあるわけないか。もし筆箱なんて大きいもの落としたら絶対気がつくわよね。ガシャンって音がするはずだもの。見つからなかったらどうしよう。お気に入りのペンもお気に入りの消しゴムもいろいろ入ってるのに。一体どこなんだ。あ、あれはみーちゃん。みーちゃんの筆箱ってキティちゃんって言った？キティちゃんの赤い長細いやつで、もしかしてこれか？そうそう、これ。ありがとう、レオくん、見つけてくれたの。おお、さすが名探偵レオだぜ。一体どこにあったのかだぜ。それが。なに、もったいぶってないで早く言いなさいよ。それが K の机の中に。机の中に。知らない知らない、なんで私の机の中にあるの。確かにみーちゃんの筆箱が可愛いとは思ってたけど、取ってないし、そもそも触ってもないよ。けいちゃん、みーちゃん、本当だよ、信じて、私取ってないから。うん、大丈夫、けいちゃんのことは信じてるから。ただなぜけいの机の中にあったかが気になるってだけだ。もしかしてこれも仕返しの一つなのか。ねえみんな、今こっちに誰か来た？いえ。どうしたんですか？いや、外を見回りで歩いてたら知らない女の子が校内に入っていたの。誰？って話しかけると逃げるように走っていったから。ちょっと待ちなさい。あなたはうちの学校の子じゃないわよね。はい、でも気にしないでください。気にしないでじゃないわ。うちの学校に何か用？見学なら一旦職員室の方に来てもらって。いや、違うんです。じゃあ何？何の用事？復習する用事かな。え？で、ちょっと待ちなさい。って言ってこっちの方に向かって行ったから。それってもしかして。間違いない、 K に次々嫌がらせをしてくる犯人みたいだな。じゃあその子、私のすぐそばにいるってこと？そうかもしれないな。次々嫌がらせをして、お前がどうなるのかをもしかしたら陰でこそこそ見ているのかもしれない。さっきビクトリア先生が見てからまだあまり時間が経ってないし、まだ近くにいるかもしれない。この一連の嫌がらせをやめさせるためにも見つけて話し合った方がいい。探し出しましょう。K は一人になったら危ないから俺と行くぜ。ありがとう。誰かいますか？いや、音楽室に隠れる場所はなさそうだよ。体育館も誰もいないみたいだね。エミリー先生、ここに誰か来ましたか？いえ、私ずっといたけど誰も来てないわ。そうよね、私から逃げたんだから職員室に来るはずがないわよね。理科室もいないみたいだね。じゃあ次の部屋に探しに行こうぜ。気づかなかったよね。それじゃあ今度は何をしようかしら。はい、お疲れ様。え俺たちが出て行ったと思っただろ。バレてないと思ってたかもしれないけど、スカートがちょっと挟まってたよ。ちくしょう。ゆい。ケリー。嫌がらせしてたのはゆいだったの。やっぱり知り合いか。お前が昔意地悪してた子で合ってるか？そうだよ。私はこいつのせいで学校にも行けなくなって、友達もいなくなった。保育園の頃、ケリーと私はすごく仲良しだった。毎日一緒に遊んだり、他の子には言えないようなことも話してた。ねえケリー。なに？私実は好きな人ができたんだ。誰？絶対誰にも言わない。で、誰？それはケリーの幼
子供か。そうなの、ここのことは絶対言わないでよ。うん、言わないよって約束したのに10分後には。のぞむくん、のぞむくん、ゆいがのぞむくんのこと好きなんだって。私はケリーのせいでどんどん保育園も行きづらくなり、友達もみんな離れていった。ゆい、本当に私最低だった。ごめん。ごめんじゃないよ。私はそのことがトラウマで、友達を作るのも怖くて、小学校も行けず、毎日毎日あの時のことを思い出すのに、あんたは毎日友達と仲良く過ごしてた。震えてる。貼った後も一旦剥がそうか迷ったのね。それはあのおねしょの手紙をいろんな人ん家に入れた時も、本当に入れようかやっぱりやめようかすごく悩んだのも見えるわ。みーちゃんの筆箱だって机に入れては取って、入れては取って、最後まで悩んで悩んで結局入れたのね。ゆい絶対に許せないし、一生会いたくないぐらい大嫌いなのに。なのに仲が良かった時のことが頭から離れないの。ゆい、ひどいこといっぱいされたのに、それよりも楽しかった思い出の方が強くて、嫌いなのに、大嫌いなはずなのに、また仲良くしたいって少しでも思ってる自分が許せなくて。ごめんね、ゆい。になればいいのに。私、ゆいにしたことはこの先一生反省するよ。もしちょっとでも許してくれるなら、また仲良くしたい。私もゆい。はあ、女ってやつはめんどくせえな。あの二人はどっちも行けなかったところがあるから、お互いちゃんと反省してこれから関係をやり直せたらいいね。それでもいじめは絶対ダメだよねって思った子は評価をぜひ。